遠距離行けるタイプですか？わ、分かんない、多分無理だと思います。絶対に無理。だって今だってさ、お話し会だってさ2ヶ月ぐらい1ヶ月ぐらいとか離れててもあ無理だなって思うし、会いたいんだ今すぐその角からってなっちゃうから無理です。さあちゃん束縛すごくそうだよね。うん、めっちゃ嫉妬するし多分拗ねる。でも多分さのめんどくさいから言わないんですよ。ねえ、誰といたの、どこにいたの、なんで LINE 返事くれないのとか聞かないんですよね。ただ拗ねてこうやって不機嫌になるだけで、そこでめげずになんでそんな拗ねてるのとか、どうしたの、何があったの、俺なんかしたとか言ってくれないとちょっとなってる。大変ですよ、私は大変ですよね。でもさ、女の子ってみんなそうじゃない、わかんない、男の子も最近嫉妬深い人多いのかな、女の子はみんなそうだと思うで。メンバーで誰と付き合いたい、ちゃんと連絡をこまめにくれる人だから、誰との連絡すぐレスポンス来るのは翔子とか、翔子は返信早いんで、翔子、大谷さんも返信早いんですね。メンバーで誰が付き合いたいってよくされる質問なんだけど、ね、そういう目で見たことないからわかんない。みんな友達がいいな。キアラは一番レスポンスが遅いので多分無理だと思います。サナが続かない、もうダメってなっちゃう。ゴトンより思い合い、懐かしい、渚のやつやん。